日向坂46の高瀬真奈が10日、テレビ東京系、所定 N 今週、誰を予想する、の未公開映像に出演。グループで一番モテるメンバーを明かした、私が思うこんな人はモテる、というお題でのトーク中、日向坂46でモテるメンバーについて問われると高瀬は川田春奈と回答、あざとすぎないけどナチュラルなあざとさを持っていてメンバーからも可愛いなって、可愛がりたくなっちゃう、と解説した。なんかずるいんですよね、と話し、あれはナチュラルあざと、と問われると高瀬はそうなんですよと返事、ぶりっ子を本人はやってる自覚がないんですけど周りから見たら結構あざといというか、そこがずるいなと思いながらも、つい何でも許しちゃうんですよね、と川田の可愛さを明かした。高瀬は、同性からも、川田を、可愛いって思うの、と問われると、メンバーみんなメロメロです、と告白。ナチュラルなあざとさがメンバーから評判だという。